デチェンビリ祭壇画は、イタリアのルネサンス期の芸術家、ピエトロ・ペルジーノが制作した絵画である。ローマのバチカン美術館に所蔵されている。本作は、ペルージャの住人委員会によって、パラッツォ・デ・ープリオリの礼拝堂のために依頼され、1495年から1496年に制作された。現在、ウンブリア国立絵画館にあるピエタが本作の上に置かれていた。 装飾と浮き彫りのある本作は、高い玉座に腰掛けている聖母マリアを描いている。聖母の背後には、丘のある明るい風景が広がっている。聖母は、幼子イエスを、ファーノの祭壇画と同様の位置に抱いている。聖母の側には、セーラウレンティウス、トゥールーズのルイ、ペルージャのヘルクラヌス、コンスタンティウスがいる。中老のモチーフは、アルバーニ・トロロニアの多翼祭壇画や、 キリストの哀悼など、ペルジーノの15世紀後半の作品に典型的なものであった。人物像であれ、建築物であれ、同じ型のモチーフを繰り返し何度でも使うことは、ペルジーノの作品に見られる特徴である。ありがとうございます。